こんにちは、ローラだよ。というわけでローラーをちょっとね、いろいろ試していこうかなと。僕ね、今までローラーを結構ね避けてきたところがあるのでね、うん、ローラーフェスティバルですよ , 笑ってごまかそう。よし、まあローラーの使い方がいまいちわかんないんで、ね、まあ丁寧に、ね、塗ろうかと。大きそうだな。これはね、なんだっけな、カーボンローラーなんとかですね。やっぱいまいち使い方がわからんな。あ、でもなんか来そうだよ。これはあれだよね、カーボンローラーって確か引いても倒せないんだよね。確かそんな感じな武器だという認識はしておる、という認識はしておるけれど、レレレレー。よし、ガチョウコを失った。今だ、皆の者。ふっ、ちょっと待って。ふふふ、この下にもいたりするからな、気をつけないと。そこはちょっと待って、絶対どっかいるでしょ。あっ、もうけしからんやつが必ず一人や二人いるもん、どこの世界でも。ほらほら、あー、カーボンローラーにやられたわ。カーボンローラーなんだっけこれ、本当に。で、カーボンローラーデロリアン、違う、デロリアンではないな、デロリアンではないな、間違いない。あ、なんか、え、何これ、何の音、なんかいるよ多分。あ、ほら、いるもん、なんか悪さしてるやつが。悪さしてるやつがいるぜ。ほらほら、ほら、うん、相打ちかこれはまずいぞ、まずいぞ。まあまあ、待て、落ち着け。俺が邪魔者はやっつけようじゃないか。でも押してんのこっちだからね、なんだかんだ言ってこれなんか俺何もしない間に勝ってそうだな。あ、なんか味方がゴールしそうです、今にも。そんなね、そんな見どころもなくね終わらせるなんて、ゲーム実況者の風上にもおけんですかい。おら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 、うそー、デュアルスイーパーの方が強いんじゃねえの。これも一発で倒せないのかな、もしかしたら。ぶっかけるのだからか。なんか俺いつもさ、ローラーでやられるときはこうブシャって一発でやられてるイメージだよ。だって、あ、フルチャージ。やっぱこれ使い慣れない武器練習してからやった方がいいんじゃないか、俺毎回思うけど。こっちから来てんのか、どうなの、どうなの、いるの。ちょっと待って、塗るか、塗ろ。だってローラーってすごい塗れる武器だもんね。うん、塗るのが一番いいよ多分今どうなってんだ、ホコは。これなんか俺だけ一人で塗るゲーをやってる、ずっとただ塗るゲーム。おおお、なんか来ると、来てると。これでどうですか、こういう俺一人で何やってんだろうって言うでしかも後ろからやる攻め方が分かんない以前の問題でね、ゲームのルール理解してるみたいな。そろそろ真面目にやりましょう。うわー、ちょっと、これが僕の真面目というやつですね。敵のいるとこ、あ、やばい、ほら、あー、危な、リードを許しましたけど、まあなんとかなるんじゃないですか多分。よし、俺に任しておけ、みんな。あ、待て、俺に任、あーこれはどうなんでしょうね。これで行って、待て、よしよし、待て、落ち着け、もうちょっと待て、俺が先に行くわ、俺が道を切り開いてやるよ。あべあべ、後ろになんかいるよ、後ろ、おらおら、あ、もうインクがない。ふんちょっとむずいな、俺がもらうわ、ちょっと俺使い慣れないから。もうこれローラーの回なのにローラー持たずに矛持つっていうね。おら、あ、後ろ来てるよ。あーん、もうどこになるわけこのホコは。30秒、どこにあるの、 R はちゃんと味方のところへ。ちょっと待て、分かってる、よし、いただき、よし、ふん、ちゃんと待ってね、ちゃんと塗っていくわ。
大丈夫、なんとかなる、なんとかなると、きっとなんとかなる。よし、いける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 うわーん飛び込みすぎやがってって言われてるよこれ多分他の3人に。難しいなこれ。なんて名前だったっけ。カーボンローラーデコ、コラボじゃないよね多分、コラボかな。あー12ポイントの差があった、やばい。ちょっとこれ次は勝つ、いつもそんなこと言ってんな。行くぞ、行きましょう。カーボンローラーデコ2戦目。さっきは不甲斐ない結果だったが結果を残したい、結果にコミットする実況をしたい。行きましょう。シュピッ、これで先にこうやって行ってもらってね、行けばいいんですよこうやって。あとでこうやってあとは塗っていってあげて、ぬる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 塗っていってあげて、でこれでよいしょ。あ来てるよ、あいない、いないのか。あ爆発する爆発する、爆発させてしまえばいいんだお前らが。それはそれは構わんよ、爆発するかしないかも構わんが、最終的にこうやってね、ほらよっしゃいー、取ればいいだけの話であって、いけ、どんどんもう行ってしまえ、先行して、いざほら、はい倒した。あうなんで上か、ちょっと溜めないと威力がないんですこの武器、武器っていうかもうシャチホコだけどね。まあいい、とりあえずあっちまで俺の実力を見せてやった。何が言いたいんでしょうね。さっきあっ、いや来てるよ、来てる来てる来てる。あ待ってよ、これね基本なんかこう飛び道具がないと思ってね、間違いがない武器だと思うのでね注意しないと。あ分かった分かった分かった、危ない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 、うそー、誰あなた、ちょっと姿が見えない、どんな武器持ってた。あもうどんな武器持ってたかぐらい分かりたかったな、ちょっと今納得いかないわ。まあ、いつも納得は言ってないんだけどね。さあどこにいる。危ない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 けど、なんか倒した、倒したけど倒された。ボムなんだっけ、メガホンレーザーを避け、ボムを避け、脇に避けたけどもうボムが置かれてたから爆発しちゃったみたいなね、そんな感じでしたけどね。あなんか、あ上から、ちょっと待った、無理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 、俺上から行くわ。やっぱこれあれだね、こういうことでしょこれは。お前必戦ってやつか、お前は俺前使ったから知ってる。ここにカーボンローラーって不向きじゃないこれ。ここ向かないでしょ多分ステージ的にね、え絶対そうだよ。危ない危ない、何その局地的カウントリードされてるよ、やばい、危ない危ない、ちょっと俺に持たせたまえ君たち、俺に持たせてくれればもう間違いないからそこは。おらおらおら、なんで全然増えない、おら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 、オッケー、よし行くぞ、任せとくみんな。ふう、え倒せなかった、待って待って待って、落ち着け落ち着け落ち着け、あ後ろから来てる、先行くぞ。あなんで、もう頼むよ、みんなどこ行っちゃったの。もう単独行動ダメだ、あそこの必戦の人に当たれ当たれ当たれ、当たんねえな、必戦の人に当たれ、当たないな、これならどうだ、これなら、これなら当たる。何そのバリア、絶妙、絶妙なバリアだね。倒したのかな、あなんか待って、あ違う、お前ちょっと塗られすぎじゃない、そもそもインクがねえ、インクがねえ、あなんか来てる、あっちか来てる、あっちか来てる、あれいない、いる、いやわかんねえ。なんかね俺の動きがね手に取るように分かるのがね、みんなねすぐ俺のところに音も立てずにやってくるんだよね。デュイン、うわあのバケツがやらしいな、ほら
あの上にいるからね、上にいるからまだ取りたくても取れない。あ、いるわいるわ、すげえぶっかけて追い払われてる。これのさ、取りたくても今取れねえのさ、いるから。あ、もういけんじゃん今、上倒してくれた。いや、いるわいるいるいる。あはっ、いやもうこれきつい、シューターが欲しいもう頼むよ。でも俺上を取ろう、上を取ればいいんだ。ほら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 、あ、これは待って、これはいいんだよ。え、なにこれ、なんか全然なに、これ他の人も撃ってるってこと。こっから行けばいいんじゃない、こっから行けばいいんじゃない、こっから行けばいいんじゃない。いるね、でもね、いるね多分。あ、やった、倒してくれた。 OK、 ついていくよついていくよ、あぶね、ついていくよ。もうラストチャンスだからねこれ。うわっ、あぶね、あぶね、ついていくよ、頼むよ、導いてね。はーん、もうローラーって難しいね。これちょっと修行が必要だな。カーボンローラーデコなんていうおしゃれなね、使ってる場合じゃないかもしれないですね。次はまた違うローラーを使おう。何がいいかな。まあ、ちょっと全種類使おう。一旦全種類使うぐらいの勢いでローラー行きたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと、最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。